まだゼロ字募集的かなと思ってたんですけど、かなりこれ力を入れるんだなと思いましたね。渡辺美樹会長が、新業態でセブンをライバル視する理由。これはダイヤモンドオンラインの記事がありましてね、インタビューを読ませていただいたんですけど、かなり力入れるんですね、この唐揚げの天才。まだ3店舗しかないと思うんですけど、もうちょっと増えたのかな。まだゼロ字募集的かなと思ってたんですけど、かなりこれ力を入れるんだなと思いましたね。渡辺さんって、まあ元々フランチャイズに対してこう否定的な人じゃないんですよ。最初その種銭用の佐川急便のドライバーやって作ったっていう話が有名ですけど、で作ったお金で最初にやったのは壺八ですから、最初フランチャイジーとして居酒屋をこう勉強して、フランチャイズがあったからこそ成功した人っていうのも言えて、ワタミ自体は直営が大半だったけど、のれん分けみたいなフランチャイズしかなかったですけど、まあフランチャイズに否定的なことはあまり言わない人だったんですね。まあいろんなこと考えてらっしゃるんだと思いますけど、このインタビューの中で一つフレーズを紹介すると、総合居酒屋はなくならないと。しかしもうそうでない業態が求められてるんだ世の中には、と。ほう、まあ要するにもう居酒屋はある意味終わりだって言ってると思いますね。まあ言い方だけどさすがに ね、うん、まだありますから店が、だからなくなると伸びやしないってことね、うん、これはやっぱ時代が変わったということなんですよね、うん、居酒屋で集まって酒を飲むような時代じゃないわけですよ、でこれはちょうど1月24日かな、の、日経の記事なんですけど、居酒屋スルーで曲がり角っていう記事で、鳥貴族がまず出てて、まあ鳥貴族の大倉さんが、まあやっぱりもう飲まなくなったってこと言ってるわけですよ。で最後渡辺会長がもうコミュニケーションのあり方が変わっちゃったと、ね、なるほどね、昔は飲んで騒ぐぐらいしかなかったんだけど、今はやっぱりもう、スマホで、SNS だと。確かにこれは分かるよね、酒田塾のオーナーでも飲まない人多いもんね。多いでしょ。だから若くなればなるほど飲まないし、お酒好きな人でも結局個室でスマホで、結局あの 9% のあの酎ハイとか、まあああいうわけのわからない、僕から見たらわけのわからないものを飲むわけですよ。早く酔っ払いたいからとか言ってね、意味がわからない、僕からしたらね。だけど意味がわからないっていう、こっちの方がこう意味がわからないです、どんどんやっぱり世の中って変わっていくからね、やっぱり商売っていうのは変化多様業なんで、多い方に合わせてから言えないから、まあ、未来はやっぱ僕みたいなのはもう集まって飲む、その総合居酒屋はあるかもしれないけど、それはまあ廃れていってるってことだよね。だから酒離れが進んでるってことは間違いないと思うんだよね、だからそこでね、例のあの串カツ田中の、はい、ぬきさんの言葉で、全面禁煙っていうのは先行投資だっていうふうに言ってたね、からね、それはようやく意味が分かった。なるほどね、今だから全面禁煙やってどうなった、最初上がったけど落ちてるんじゃないかとか言われてるけど、そうじゃないんだ、もっともう大きいとこ見てるよと。あ、なるほど、ね、それは先行投資っていうのはそういう意味なんだよね。なるほどね、確かに今は串カツだからアルコール飲んでもらったら利益は出るけど、やっぱこの商売を何十年、あと5年10年20年ってやっていくには、やっぱ家族シフトにしていかなきゃいけないんだという、お酒の飲む方を相手にしてやって、そっちは減っちゃうんだっていうことなんだよね、と思ったのが一つで、あとね、この唐揚げの天才に関してはね、このインタビューで、ダイヤモンドのインタビューでね、本来4人必要なオペレーションのところを2人でできる儲かるシステムにしたっていってます。唐揚げの天才を広げていくにあたって、まあ夫婦2人でやれる、要は中高年の脱サラ、ここの層を狙ってると思いますね。だもっと派手なものだって、渡辺さん考えたらできるだろうけど、ここでいう大吉型ですよ、説明した、あれを狙ってるんですよ、その制御として個人が食っていくには十分いけると。狭いの？狭いね。だからそういう意味でフランチャイズを拡大するっていうのは、今後そこはやっぱり増えるなと、その辺は計算してるんじゃないかと思います。でそういうことを言ったら、例のステーキの件の、井戸さんも、はい、まあ、新しいフランチャイズなんかホルモンのやつ始めてるけど、これもね似たような大吉型だっちゃったよね。へ、だその辺は皆さんね、鼻が利く方はね、やっぱそこは今後多いだろうなというのはあるんじゃないかな。はい、行ってみたい。はい。